昨日めっちゃ眠かったから違った。昨日まだ配信して、あ、一昨日かな。こんばんは。今日は踊りました。踊ったー。今日すごい雨だった。嘘、新潟雨じゃなかったよ。レッスンお疲れ様、ありがとう。こんばんは。茨城なかなかの雨？本当？関東？関東は雨だったの今日は。遭難？今日は幼い。なんか服装によるよね、きっと。今日パーカーだからかな。幼い。お腹すいた。まだ今ちょっと軽くダイエットしてて、お腹すいちゃったん。アイドルってなんだの配信っていつ？今日だよ、アイドルってなんだ。今日じゃないか、明日か。ん？なんて言えばいいの？深夜。深夜です。今日の深夜って言ったらいいのかな。なんか時間まだ苦手なんだよね。ワッフル食べたのいいな。ワッフル今日も足が勝ち、イエーイ。2個？明日？ちっちゃいもんだよね。ちっちゃいもんの回だよ。ちっちゃいもんの回でも、もうちょっとでさ、ツークールが終わっちゃう。なんか早い、早く感じる。やっほほ、あー、初見の方だ、イエーイ。イエーイ、ハート。うちも軽くダイエットしてるから食べたいものたくさんね。食べたいよね。お腹すいちゃうだ。焼肉食べたい。ラーメンも食べたい。お寿司も食べたい。やっほ。でもがっつりのダイエットじゃないから、もう食べてもいっちゃいいんだけど。こんばんは。配信毎回見てるよ。見ててめちゃくちゃ楽しい。嬉しい。ありがとう、ありがとう。昨日焼肉食べたの？マナの敵だ。もしくはじゃない。さてはマナの敵か。この前トマトチーズラーメン食べた。何それ、食べたことない。美味しそう。さっぱり、さっぱり系いいね。さっぱり系、あんまりまださっぱり系のラーメン食べたことない。味噌とか醤油とかそういう感じのしか食べたことないか。わー、ハートたくさんありがとう。こってり系？トマトチーズなのにこってり系なの？ニンニク入ってるとか？先週プロ野球の試合見た。まさかのパーフェクトゲーム。パーフェクトゲームって何ですか？ごめんなさい。何も知らない。どういう意味？やっほー。パーフェクトゲーム。全部点取ってるってこと？どういうこと？わー、ハートたくさんありがとう。でも、スポーツ観戦いいよね。スープがサラサラじゃなくてトロトロ。あ、そうなの？完全試合ってこと？完全試合？完全試合がちょっとそもそも、が合ってない。教えて。完全試合ってどういう意味？あー、たくさんあった、ありがとう。てか暑いんだけど暖房消したい。
ヤッホー、ヤピーン。9回一人のランナーを出さずに投げ切る。え、どういうこと、すごくないそれ。マナが想像してる、え、すごくない、一人のランナーを出さずに。え、じゃあファーストに走らせなかったってこと、そういうことね。ノエさん野球ね見に行って、なんか2回ぐらい見に行かれてましたよね。あ、花束ありがとう、嬉しい。花束すっぴんも可愛い、嬉しい。新潟県内で今後も就活頑張っていきます。頑張ってね、応援してるよん、頑張って。まあそういうこと。え、すごっ、そんなすごっ。まだね、お兄ちゃんとお父さん野球やってて、ファーストセカンドサードとかそういう系は分かるんだけど、そういう難しい用語は分からないそういうのを完全試合っていうんだね、今学んだ。すごい、タンポポありがとう。まさかの完全試合見に行けたとは思う。見に行ったの？いいねいいね、いいですね。僕より年下が、噛んじゃった。僕より年下だが、まなちゃんに言ってもらえるなんて光栄です。応援してるやん、応援してるよん。わあ、ハートもありがとね。お兄ちゃん甲子園出たらどうでしょうどうでしょう。甲子園はマナーわかるよ、さすがに。 NGT の推しは古澤さんです。すごいいいこと聞いちゃったすごいいいこと聞いちゃったもんね。やったー、嬉しい。おしゃべり会か、あの握手、何、あのさ、現地でおしゃべり会みたいなマナたちもできたら来てね、絶対に。完全試合したチームも応援してるから嬉しく、それは嬉しいね、それはめちゃくちゃ嬉しいやつじゃん。私はもう全部のチームを応援してるので、はい平和に。妹というより嫁にしたいかな。あら、嫁候補マナ。じゃあ、あのおしゃべり会でプロポーズしに来てくださいお待ちしております。あー、ハートたくさんありがとう。ロッテファンだから嬉しかったな、オリックス側にいたけど。見る席もさ、あれなの、チームで分かれてるか。それは現地でおしゃべり会なんて夢だよね、絶対来てね。絶対マナもやりたいよそれ。今さ、結構他のグループさんとかねやられてるけど、 NGT もいつかねやりたいよね。そしたらいろいろこうね、ファンの方に会いに行けるし。そう、マナは平和主義だから、平和主義ナンバーワン人間だから。問題、甲子園はどこの都道府県にあるでしょう。あれだよ、関西、滋賀県だって関西だよ、関西。こんばんは。プロポーズしていいんですか。一応プロポーズしてみんな、じゃあマナにあのおしゃべり会、もしくはその現地でおしゃべり会とかが始まったらプロポーズしに来て僕はロッテよりもロッチさんのファン。あ、ロッチさん今度新潟で、あの終わる、何、
コントトークライブやられるので見に行きたいですね。幕張でぜひお会いしてね。会いたいね、幕張とかみんな会いたい。こんばんは。息子にプロポーズ、じゃあ息子さんを一緒に連れてきてくださいそしたらやっほー。ロチさんによろしくお伝えください。私はそういうものでは全然ないので。あ、バラたくさんありがとうございます。ね、関西でしょ甲子園。ね、滋賀って関西違うよね。あ、違うよ、あれだよ、兵庫県。私のアンサーはこれです。兵庫県思い出した。あ、だるまたくさんありがとう、ハートもありがとう。正解、ほらねー、ほらねー。インスタフォローは初見の方がインスタフォローって言って、ハロー I love you チャラくない、初見の方にいきなり I love you とか言ってんの。今の兵庫って言ったくない、神戸って言ってなくない。プロポーズし、なんでこう星になっちゃうんだろう。なんか毎日さ、初見の方でインドネシアの方が見に来てくれてる。ちなみに時間の基準値は何県でしょう。わかんない、福岡県わかんない。本所四五線でしょ、本所四五線。まあ、やっぱり私が私が爆誕した茨城県生まれ育った茨城県、生まれ落ちた茨城県ですかね。これは、うわ、赤い獅子懐かしい、待って懐かしい、赤い獅子無理ねえ、無理、赤い獅子無理、懐かしい。めっちゃさあ勉強っていうか、覚えた、それ必ずテストに出るの。赤獅子って言うんだっけ。あまだ赤い獅子で覚えてたんだけど、赤獅子、そう、まあ、赤い獅子って呼んでたわ今までずっと。まだ今知ったんだけど、赤獅子って、赤獅子、まだ今までずっと赤い獅子かと思ってたでも間違ってはないよね、漢字でさ書けばさ、テストの時とかもうそれだけはね丸もらってたんだけど。懐かしい、何県だっけ赤獅子って。赤獅子にお住まいの方いますかここに。今日めっちゃ噛むね、わかる、なんかこの時間帯噛むのかもしんない。あ、179だって、いやいや、あー確かにさんまさん赤獅子、いやさん、まあさんちょっとやばい今日、どうしよう今日はダメだ、日本語ができないより。赤獅子も兵庫県なんだ、そうなんだね、赤獅子。男女海はかもね、確かに男女海、でも男女海はもう自信ありありだから大丈夫、自信にしかないから、かまない。この流れ都道府県クイズ、やろうやろう、それ都道府県やろう、それ同じこと言っちゃった。クイズ出してみて、あと1週間で約6ヶ月、早くない、そんな6ヶ月もやってるのまだ、えぐない。
茨城県って意味、いやバカにしすぎでしょそれは。さすがに岐阜県と書いて何とも読んでるしそういう感じ、それ漢字の問題じゃないそれ、どっちかって言ったら。あ、すごいって褒めてくれてる、嬉しい。新潟県の西隣だっけ、うわ、そう、そういうのだよね、そういうのだよ。新潟、西ってどっち東南西東、え、日本海じゃないの西って。あ、石川県、土浦は茨城だよ。じゃあトータル何個あるか分かる、47でしょ。今先週までの間見終わった、まっちゃん可愛かった、イエーイ、嬉しい。そうな、4話連続ぐらいで登場している鹿児島、富山県、新潟の西は富山県。誰も答え言ってくれないじゃん、問題出すだけ出して。え、四国は愛媛、香川、高知、あと一個だよね、愛知県じゃない、香川県言ったもの、当たった、徳島だ、徳島、徳島県合ってた。まるちゃん県庁取材地知らんす、え、どうだろう、県庁取材地三つ言ったら大したもん、イエーイイエーイイエーイ、そうだよ、三つ言えた。県庁取材地と県名が同じところ、うん、目が、県庁所在地と県名が同じところは関ヶ原で徳川に就いた方なの。やっほー。九州の県庁所在地全部、九州、熊本県は熊本、福岡県は名古屋、あ、違う違う、待って、名古屋は愛知県、危ない、福岡県は博多、九州、鹿児島は、鹿児島、茨城県は水戸福岡県名古屋市爆誕もういろいろごっちゃになってるよ、難しい、県庁所在地、福岡県福岡市、福岡市、博多じゃないか、博多市ってないの、え、そうなの、そうなん、九州の県庁所在地は全部県名と同じ、そうなんだ、すごい、知らなかった。じゃあそこに徳川さんがいたの、水戸、茨城は水戸、博多は駅名なの、博多座は行ったこと、マナも博多座行ったことある、いろいろね食べた、ラーメンとか何食べたっけ、あと忘れちゃった、あ、焼肉食べた気がする、焼肉食べました、博多座で、
そうチカナとでその時の焼肉にあの博多座に出て NGT で先輩出てたじゃん、その NGT と STU さんで焼肉だっけ、焼肉かを食べた。何話とか全然覚えてない。でもフォローしました、ありがとう。みんなもフォローしてね、インスタの方もフォローしてね。あとさ、うさぎのさ生写真みんなゲットしてくれた、してくれる予定。どう、うさぎのさ生写真もチェキ当たるの？なんか前回さ1名にチェキ当たるみたいななってたよね。今回もこんばんは、予約しましてありがとう。うさぎマナ、マナのうさぎをゲットしてください、買ってください。あの買ってってこっちの買ってじゃなくてうさぎを買って。伝わる、うさぎを買ってください。人参を欲しそうに持ってるので、食べたそうに持ってるので、マナウサギ買う準備 OK？ 本当？やったー。多分毎日150個ぐらいは人参欲しがると思うので、それ覚悟で。よろしく。あ、フォローありがとう。あ、そうそうそう、この感じ、この感じのこと。そう、マナウサギが届きます。え、59分やばいじゃん、ありがとう。じゃあ今日もマッハでいきたいと思います。せーの、10歳みなさん、32ハルキングさん、11アオムレクラさん、11パピコさん、9位ルリちゃんさん、8位ヒンジさん、7位埼玉のしゅんさん、8位マサさん、5位ムロムラさん、4位マワンさん、3位タムホーテッドさん、2位シンさん、そして1位は竹蔵さんです。イエーイ、ありがとう。噛まなかったよ。ということでみんな明日また会おうね、メールの返信もよろしくね。バイバーイ、おやすみ、まだね。今日もありがとう、お疲れ様。みんなも今日一日お疲れ様でした。明日も頑張ってね、バイバーイ、おやすみー。